はい、本日は年末に仕入れた糸のご紹介です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今年の日々編み2021まだ編みが入っておりませんで、今日もちょっと試し編みぐらいですかね。本格的な編みには入っておりません。まずはちょっと年末ですね、大安売り売り切れごめんっていうので、雑貨ストアさんかな、なんだっけまた相変わらず名前忘れている、ケイト雑貨ストアーズさんのサイトで買いました。あのケイトの大安売りまとめ買いしたもの、我が家に届いたもの、もう思わず私がポチリとしてしまったものをご紹介していけたらなと思います。でちょっと試し編み、どんな感じの糸なのか、あの本当実物見るまで分かんないじゃないですか、やっぱりネットって。なのでちょっと見た糸、まだね詳しく見てないんですよ。ほんと段ボールからさっき開けたばっかりなので、ちょっと試し編みをしていけたらなと思っております。ほらもう画角が全部ね埋め尽くされてるでしょすごいんです。まずまあいろいろとやっていきましょう。ちょっと待ってね。大きく種類ですね、糸の種類で大きく分けて3種類かな、種類的には3つなんですよ。でそれの他にちょっとねお試しセット、何が届くかをお楽しみっていうね袋がありましたので、そちらの方を買っております。でまずはじゃあどこから説明しようかな、よいしょ。ではまず一番最初、私の目に留まった糸でございます。これはですね、じゃじゃん、ピッケルっていうやつですね。はい、ピッケルという糸の種類で、で今もう多分これ売り切れごめんだから今売ってないかもしれないですね。一応ですね、一玉130円、安いはい、で色がですね全部で5種類ありましたので、1種類ずつ3個買っております。私あのこの糸でこれ編みたいっていう明確な感じで糸をあまり買わないので、だいたいこう3個、まあ3個あればとりあえずちっちゃいバッグとか何かね帽子とか編めるかもなーぐらい、小さいものは巾着とか1個編めるかなって思ってるので、だいたい3個ぐらい買います。でどうしてももうちょっとバッグとかなって思っているような糸だと5個ぐらい買いますけれども、はい、こういうちょっとね変わり糸ですね。これももこもこっとしております。もこもこっとしてる糸なんですけれども、一応綿ですね、綿のコットン90ナイロン 10% の、まあ、30g の玉でございますということで、でこうところどころ色がね入っているっていう糸になってます。ピックルって書いてあるわ名前からして間違えてる、ピックルです。はい、ピックルでございます。ちょっと試し編みしてみますか、一玉。だからこう全部ねコースターとかね編めればいいなと思って、まあ試し編みで1枚ずつコースター編むってのもいいかなと思います。でこれちょっと中、紙内側からくるか、ちょっと内側から取りますかね。ちょっと見づらいので、ちょっと横に避けといてもらって、はい、こういうところどころに糸が入っているものでございます。白の他に、でこれは赤とか青のちょっと濃いめですね、濃いめの色が入ってて、こっちはちょっと淡い感じですね。ではい、ちょっとオレンジが入ってたりっていうタイプと、ちょっとパステル調なタイプという5種類になっております。でかぎ針の方がコース的には6号から8号って書いてますので、じゃあちょっと6号で編んでみましょう。で糸的にこれねちょっと平べったいですね。
あ、こういう時こそ、こういう時こそ行きますよ。ズーム。はい。ちょっとね、平べったいんですよ。テープ状か。テープ状の糸でございます。やっぱりね、実際に手に取ってみないと分かんないよねっていうことで、はい。じゃあちょっとこれでちょっと細編みのコースターを編んでみましょう。どういう感じになるでしょうか。はい。1,2,3,4,5,6。目が見えない。見えない。ああ、これ目が読めないタイプですね。わかった。お、しかもこれポコポコしてるのでこれほどくの大変ですね。はいはいはい。じゃあこういう目が読めないなこれって思った糸の場合は、だこれグラニースクエアで大きいマットみたいなのに作ってもいいかもしれない。でこれ一応ベースがね、ベースが白なので途中で色がカラフルに変わっても大丈夫かなと思います。グラニースクエアにしましょう。まず鎖編み3目で立ち上がって長編み2つで鎖編み2つしてまた輪の中に長編みを3つで鎖編み2つして長編み3つと、この長編み3つの塊が4個できるように編んでいきたいと思います。はい、4つ編みました。でこの状態で、はい、ちょっと輪を縮めていきましょう。でこの引き締める、輪を引き締めるっていうのもちょっと骨が折れるので、一番最初輪から始めるのではなくって鎖編みとかから始めて縮めるとか、引っ張る、紐を引っ張る、糸を引っ張るっていうのがあんまり発生しない方がやりやすいかもしれないですね。で、はい、鎖編み2目して最後一番最初の、はい、鎖編み3目の3目目に引き抜き編みして終了。でこっから1,2,3,3つ編んでくるりんして、今編んだ鎖編み2目のところに長編みを2つで鎖編み2つ編んで、で長編みを3つ、あーでも肌触りはねいいですよこれ、優しい。目が見えないだけで目が見、ほんと目読みづら、読みづらいいだけで優しい感じの糸なので、これはなんか作りたいな。ただ目を拾わない方法で編まなきゃいけないという条件付きになってきますね。こちらがここまでぐるっと回ってきたので、最後長編み3目編んだらもうこちらの、よいしょ、立ち上がり3目目ですね、ブスッと刺して引き抜き編み。いやこの引き抜き編みでもこう何ちゅうの、糸が絡まる。はい、こんな感じになりましたと。あー、いや、かわいいよ。かわいいかわいい。あれかな、コイル編みとかで、なんて言うんでしょう。モコモコっとした、コイル編みとかしてもかわいいかもしれない。だから目を読まないように、いかに目を拾わないか、さえ考えれば、なかなかかわいいものが作れるとは思います。はい、ということでこれ5色を3個ずつなので15個買いました。はい、じゃあ次、はい、次ペーペという糸です。これもねちょっとね変わり糸なんですよ。同じだと思いますただこのねペーペは色の展開が結構あったので、あ、面白いなと思いまして、全部で8色あったのでこれも3玉ずつ買っております。いや、すごい発色が綺麗だなと思いまして、これはちょっと、でこれもコットンですね。コットンだよ、あ、違った、ごめんなさい
はい、これはね、アクリル70の毛の毛が28のナイロン2っていうぐらい、ちょっとアクリルですね、アクリル系統に近いのかな、ちょっと毛は入ってますけれども、だちょっとどっちかちょっとこれ冬物なのかな、まあ、毛が入ってるからね、ちょいちょいちょっと見てみましょう。よいしょ、ちょっとこんだけカラフルだとね面白いかなと、お家のマットとかね雑貨にいいかなと思いまして買いました。で、かぎ針は6号から8号ですね。あ、さらっとしてる。こっちの方がちょっとふわふわしてる。こっちもっとさらっとしてますね、糸自体。ほうほうほう。だ毛が入ってるけど、そこまでそこまで、なんていうんでしょう、モコモコしてないのかな。まあ、ナイロン、アクリルが多いほとんどだからね。ちょっとこれも試し編みをしてみましょう。で絶対これも目が分かんないと思うそんな糸ばっかり買うなって話なんですけど、安売りはね大概そういう感じが多いですんで、よいしょ、おー、こうノットが入ってますね、ノット入りです。じゃあちょっとこちらもやってみましょう。せーの、ズーム、はい、ノット入りです。ノット入りなので当然ながらこれも目を拾わない方法でいきましょう。同じですね、これもちょっとよいしょ、6号針、2、3、鎖編み3目で立ち上がって、よいしょ、長編みを2つ、で鎖編み2つして同じところに長編みを3つ、これクッションカバーとかいいかもしれない。で鎖編み2つして長編み3つと、思ってるよりサラッとしているので肌触りはな、夏でもいける、そんな気がします。で4つ編んだので、あー、これも引っ張るの大変だな、これも引き抜き編みが苦労しそうなタイプですね。そうですね、これも1段ずつ色を変えて編む。まあこんだけカラフルなもの8色あるので、ちょっとほんとカラフルカラフルに編んでいくのもいいかもしれない。でまたここで1、2、3つ編んでくるっと回して、鎖編みの中に長編み2つ、鎖編み2つして、で長編みを3つ、でまたこれで同じようにぐるっと回って作ってみます。イメージがやっぱ同じ編みだけどやっぱり違いますね。でストールとかもいいかもしれない。肌触りがサラッとしてるけど、こうモコモコもしてる。ああ、いいかもしれないよ、これは。ただ、編み目はわからない。これも引き続き編み目がわからないので、ちょっとそこら辺はね、注意しなきゃいけないかなと思います。初心者向けではない。ですね、いや私もね何回も失敗してるんでね、なんなんですけどね、あ可愛いなと思って買っちゃうんですよね。はい、で買って目が読めなくって編めなくって失敗みたいなことも何回も繰り返しております。はい、こんなぐらいモコモコです、ポコポコしております。よいしょ、はい、こっちのポコポコとはまた違う、もっと粗めですね。ノットがすごいボコボコ出てますので、あーなるほど、こういう質感の違いでございます。で糸カラフルなのでほんとクッションとかいいなと思っておりまして、足マットとかね、そういうのに向いてるんじゃないかなと思います。じゃあこれは、全部で8種類かな、全部で8種類で、3個ずつ24個
どんだけもう な数だけ聞くとね、うわって思っちゃうんですけど、まあ、これもね今年1年間かけて編むと思うとまあいいかなと、まあ、何よりこちらペーペーですね。はい、こちらのペーペーなんと一玉80円80円で買いました。で次はですね、大きい、もういきなり太くなります。ブランケットヤーン、その他の通りブランケット、もうあれですね、フリース地を切ったやつみたいな感じでございます。うん、でこれ15針でザクザク編めればいいかなと思いまして買いました。待て、今15針がねリビングに置きっぱなしでここにないんだよな。まあちょっと糸だけお見せしよう。太っ太いよ、指編みでもいいかもしれない。ちょっとだってそうだよね、かぎ針が一応12ミリから15ミリって書いてます。うん、あっちゅうまでポリエステル 100% そりゃねえって思うような、うわ太い太い、これは太いよ。これあれだよね、最近っていうかさ、指編みでこうやるの流行ってたりするよね、腕編みとか。うわすごい、はい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 。おお、でもこれはこれでね使い勝手ある気がするんですよ。でもちろんこれでね、これを編むというのはまあもちろんのことなんですけれど、これ折って中の芯みたいな、ふわふわの芯みたいな感じでこうこれを編みくるむという手も使えるかなと思いまして、今回購入させていただきました。そして何よりも安かった。とこれで、これでですよ、10個入ってんですよ、これ玉10個入って500円です。1個50円、あらお安い。はい、でこれで多分12ミリ、ジャンボ10、まあ12、ジャンボ12ミリとかで編めって書いてるんですけど、おそらく私こうやって丸めてしまって15針で編む気がいたします。うん、まあそれはちょっと後でやりましょう。でこれだと多分本当にふわふわなので、ブランケットとかにもいいだろうし、そうですね、クッションカバーとか、なんかこう肌に触れるもの、これもふわふわなのでね、ほんと肌に触れるものとしていいかなと思っております。はい、そして最後ですね、私もこれまだ中に何がっていう状態で、お楽しみ袋ということで開けていきましょう。はい、まず出てきましたリネンです。リネン 100% レース針8号から6号でどうぞというものですね。あら、レース編みに持ってこいってやつですね。あらー、はいはい、かわいい色味でございます。これが一つ、これ名前なんて言うんだ、ミーティアリネン、というものがまず一つで、こちらブランシュ毛ですね。で波太でございます。かぎ針が5から7号。あ、ちょっとモヘア入ってる糸ですね。はいはいはい、モヘア入ってる糸でございます。ココリータ綿とアクリルだ。へー、あ、コットンっぽいな。あ、コットンです。はい、その通りコットンです。もう肌触りがコットンでございます、これ。はい、こちらアクリルジェリー、アクリル毛糸でございます。ということはアクリルたわし作れるのかな。はい、かぎ針が9号から10号太い。で最後レヨンですね、ニューメランジリネンって書いてあります。レヨンとリネンの夏らしいさらっとした糸なんじゃないかなと。よいしょ、あ、そうですね、はいはいはい、リネンのサラッとしたタイプで、使用かぎ針3号から4号
夏向きですね。試し試しで使うと楽しいかもしれない。はいはい。まあこれはこれでおいおいね、あのちょこちょこっとしたものを作るのにまあ活躍するのではないかと思われるお楽しみ袋でございます。お楽しみ、はい、お楽しみ。まあお楽しみ袋は良しとしまして、ちょっとね色の展開がすごいいっぱいあったので3玉ずつ買っても凄まじい量になっております。よいしょよいしょどうするこれっていう状態で、もう本当に段ボールでずっとお正月の間置いておりました。ほんと春夏ものです。これ春夏の糸って感じで捉えております。なのでこれはちょっと夏に向けていろんなものを編んでいけたらいいかなと思います。何がいいかな、なんかねウェアを編むとかそういう感じではないです。ほんと小物を作るっていう形だと思います。さあさあさあ、というわけでちょっと糸を買ったよっていうね、そういう本日はそういう動画でございます。いやーしばらくは買わない。はい、私にはあとマトリョシカね5玉残ってますので、これでちょっと夏らしいねものを編もうかなと思ってるので、多分ね5個だとバッグには足りないと思うんですよ。ちっちゃいバッグならいいんだけど、ちっちゃいバッグにする、ポシェットみたいのにするかな、どうしようかなっていうところです。だからこれでバッグ編み始めようかなとも思ってますので、まあいろいろおいおいですね、おいおいそのうちこう多分大物チャレンジに始まり出すんじゃないかな。はい、というわけで本日は私の買いました年末買った糸の紹介をしました。で次回なんですけれども、次回ねまだ編まないまだ編まない、編まないというか編めないというか、まだねちょっとご紹介したいものがあるので、次回そちらの方やっていきたいと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、なんか楽しい、やっぱ糸触ると楽しいですねやっぱ実物見て買うと、実物見て買うとね、ああこのぐらい、あちょっと買いすぎたかなとかと思うんですけど、ボタンをポチポチと押すだけのねネットは危険ネットは危険。気軽に3玉とか言ってるけど8色もあればそれは24個になるわみたいな、そういうもうちょっと小出しに買えようって感じなんですけど、安売りだったので一気に買わせていただきましたと。これで5000全部で、はい、これでね全部でね商品代金的にはだって4870円ですもん。で消費税入って5357円ということで、全部で糸玉ですね、糸玉的には41個あります。やったぜはい、という感じで、お買い物5000円分のお買い物ザ、ケイト雑貨ストアーズさんから買いましたという動画でございました。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあ